島手芸雑貨店レチェの向田です。本日もワンデーワンハンドメイド、略してワンハン、1日1つの手作りをご紹介していきます。本日はこちらです。はい、いつも出てきてますけどバレッタというもので、こちらの金具をここ人差し指と親指でピュッと押すとピヨンと跳ねますので、これでこう髪の毛をすくって、アクセサリーを作っていきたいと思うんですけど、一つ、よくあるご質問なんですけど、髪の量が多いのでこのバレッタではもう髪が止まらないので作れないという、お問い合わせいただくんですけど、こちらの中のこの金具ですね、こちらをこう外していただくとよ、はい、これで止めていただいたら、量が髪の毛の閉じる量が多くなるので、これで、髪の多い方も大丈夫だと思いますので、一度チャレンジしてみてください。これからご紹介する、バレッタはこれがとっても必要なので、ちょっと髪の量の多い方には難しいかもしれませんけど、とっても簡単ですので、では早速どうぞ。では早速始めていきたいと思います。まず10cm×11cm の生地を用意します。そして先ほどご紹介したバレッタですね、こちらここをピッと弾いていただいて、この裏側にあるこの金具をまず外します。そして、これ今裏側になってるんですけど、生地の長い方をこう横な感じにして、こっち表面です、これ裏面になります。で、表面を上にしてこんな感じで挟みます。あとここら辺は直しますので、ちょうど生地の真ん中ぐらいのところに、バレッタを置くようにしてください。そして先ほど外した金具をまたこうやってはめます。元に戻すということですね。よ、はい、戻しました。そしたら一応ここ閉じといて、これ表側に向けます。これ今表ですね。で、生地がこう真ん中に来るように、こんな感じでちょっとこう合わせてください。はい、これ今正面の状態ですね。はい、そして、革ひも 2mm の本革ひもなんですけど 35cm 用意してます。で、バレッタのこの穴を利用したいと思います。裏側から入れて、はい、そしてこう表側通ってもう一つの穴のとこに入れます。はい、でちょうど今こんな感じで一つ通してって、このビロビロっとありますね。で、このビロビロっとなったやつをこう一回結んでください。ギュッ、はい、でここでちょっと結んで、まだ固結びしない状態にしておいて、次こちらのテントウムシのチャームを用意します。この丸カンがですね、すごくこれ便利なんですけど、縦に向いてますので、このまま紐に通してもちょうど正面を向く、とっても便利なパーツになります。はい、でこのテントウムシを通したら、はい、一回ちょっとここで固結びしてください。これで外れなくなりますよ。はい、そうするとこんな感じでテントウムシが、葉っぱのチャームがちゃんと正面を向きます。この、丸カンがこんな感じですけど、こんな風になってると多分テントウムシの葉っぱはこう縦になってしまうので、縦向きになっている丸カンを選ぶのがポイントです。もしなってない場合は、丸カンをつけてここの紐につけると正面を向くと思います。はい、そして、今結んだこの革紐ですね、ここちょっと蝶々に結んでおきたいと思います。蝶々に結ばなくても、まあ、ちょっとアクセントを出すとしたら、片っぽだけこう輪っかにする結び方があるんですけど、よ、こんな感じですね。リボンにせずにもう一本も引いてしまいます。はい、これで、ちょっとこの辺のバランスを整えながら、生地を見ながら、よ、でちょっと長いところはカットします。1よ、でこの辺ちょっと生地もこうタックが寄ってますけど、この辺り、はい、ちょっとこう綺麗にしながらやってみてください。はい、これで完成になります。とっても簡単なバレッタです。今後ろ側こんな感じで押さえてますし、前側のとこは紐で押さえているので、針も糸も使わないでとっても簡単にできるバレッタです。このバレッタのすごくいいところは、飽きたら全部外して接着剤も使ってませんので、すぐに外して別のものを作ることができます。
同じパターンでちょっとこちら黒のレースに紫の紐で、ここに一つチャーム、こちらはチャームの向きがこっち向きなので、丸カンをつけて、はい、2台のチャームをつけてます。はい、もしくはこんな感じで紐の代わりに今度はチェーンでここを留めるような形にして生地を2枚にしたりしてます。はい、生地とかこの紐やチェーンなどいろいろ選ぶとバリエーションも楽しめると思いますので、はい、ぜひチャレンジしてみてください。布のバリエーションやチェーンをいろいろ変えるとまた本当にたくさんいろんなアイデアで作れると思いますので、ぜひ簡単ですのでチャレンジしてみてください。以上、広島手芸雑貨店レチェの向井田でした。今回ご紹介したハンドメイドはレチェのネットショップでキット販売、単品販売をしております。ネットショップの方では、その他たくさんの動画も配信しておりますので、ぜひひらがなでレチェと検索してご覧ください。YouTube では新しいハンドメイドの簡単な作り方を、随時どんどん配信しておりますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。こんなのが見たいというリクエストもお気軽にお寄せください。商品につきましてもこんなの入れてほしいとか、こんなのありませんかとかいうお問い合わせもぜひお寄せください。以上、広島手芸雑貨店レチェの向井田でした。